ドラゴンスパイヤー、エンパズでもこの城を作っている時楽しかったんですよね。箱庭ゲームって楽しいですよね。ワールドエネルギーが別枠なんで、もう新しいゲームを強制的に始めさせられた気分です。なんとか3-10をクリアできましたが、私の手持ちでこのハードがしんどいんですよ。なんとか星5英雄が、星5ドラゴンが欲しい。あとエンパズって三国志や西遊記や三銃士や、スライムやフクロウや、こういろいろ出てきましたが、こちらはドラゴンでどう展開していくんでしょうね。こうエンパズとリンクのある別のゲームを始めたって印象なんですよね。はい、それでは、レジェンドドラゴンサモン10連はい、来ます。来ない。来た。まあ月英雄みたいにこれから増えるんで、きっと。でもとりあえず一体星5が欲しかったんだよ。マナスピード普通で、3体に、205% ダメージで、バフ解除で、さらに電撃ダメージがついている。それっては、ミッション？とりあえずチーム編成を変えて、でもって、デスフレイヤーさんは置いとくか。あと、アシストスキルを上げるとまた別なんですよね。この辺がまだよく分かっていない。今はこの育成素材集めですらマップを回って出てこないんですよね。これで多少なりとも、チームレベルが上がっ、チームパワーが上がって、これって、ハードいきます。アイテムがない。はい、使い切りました。はい、いきます。で、この三つ股のところで消すといいんですね。とりあえず回復のために赤を消したいけれども、ここへ行く。
左の三つ股を消すか右を進めるか。ここは悩んで、右を進めましょうか。ここで使うか、使ってみましょうか。ドリームキャッチャー投手記念では、ここ行きましょうか。今は温存して、スキル温存して、赤マナを貯めたい。あっつ、あかんわ。うわ、回復薬やられちゃった。あー、今のは失敗したな。とりあえず目くらましして、使って困ったな、これは困ったな。コンティニューで大切なジムを使いたくないんだよ。それでは今は、三つ股では消せないよね。はい。ではどこへ行くのか。しゃあないんでこれ行きましょうか。とりあえず三つ股でプレイを詰める。うわ厳しい。せっかく星5引いたのにな。育成足りんか。ワールドエネルギー20も使っていますし、この先毎日このクエストをクリアできないのが辛い。とりあえず2ターン後に攻撃してくる蜂に対して、でここ行きましょうか。とりあえず倒してしまう。では紫竜を使って、どうする。三つ股を使うか、それとも、赤目玉を作るかを悩んでいます。三つ股いっときましょうか。とりあえず三つ股いっときましょうか。それでは三つ股を行くのか、三つ股行きましょうか。ここはどうせ三つ股を消せないんで、ここ行きましょうか。通常攻撃も痛いんでスキルを使う。二玉緑を当てても倒せない。だから盤面が大きく変わることを祈って左
ヒロダイヤ。ここに赤いを振ってこい。とりあえずこれは倒せる。ウェーブ4でこちら2体、ではとりあえずめくらましして、とりあえず三つ股を赤で消すか青で消すか、青で消す。ミスってくれた。それでは三つ股を使う。それでは三つ股を使う。とりあえず紫の右か左か、左で緑を行くか、右で緑を行くか、左で紫を行くか。ダイヤを作るのはなし。とりあえずたくさん消したい。とりあえず穴を開けたい。2回コンティニューするのは嫌。いくよ。とりあえず回復のための、赤マナを貯めたい。とりあえず赤マナは温存して1体倒せそうなんで、黄色の子が割とピンチだけれどもしゃあない、赤は温存する、とりあえずこ、でもってではここは緑目玉を作ってしゃあない。2回コンティニューするのは嫌だ。そのために10連引いたんだ。耐えた。耐えたところで、とりあえず右端の1体をこれで倒したい。耐えてる。とりあえずでは、左の目玉を使うか、黄色ダイヤを作るかを悩んでいます。黄色ダイヤ作りましょうか。で黄色ダイヤを使って、この右の、この三つ股を使いましょうか。よし、耐えた耐えた耐えた。
相手にマナが溜まっている、それでは三つ股を使う。三つ股のところでパズルを進めたい。よっしゃ。まあ、とりあえずコンティニュー1回で。ありがとう。しっかり訓練して立派なドラゴンに育てないとね。はい、ありがとうございました。